おお、でけえ、かっこええ。はい、どうもこんにちは、ケです。今回もね、ポケモンスカーレット&バイオレットをやっていきましょう。で、とりあえず日本おめでとうございます。サッカーね、いやマジであれ勝つと思わんかった。いやすごかったですね。はい、で、今回、アップデートがね、来てしまいまして、ついにで、もう今アップデート済みです。でね、今回リザードンのねテラレイドバトルが出るということで、もうね多分これなんですよね。マップのね、なんかここら辺にドラゴンマークがね ありましてちょっと今見えへんけど、で、まあ、今回ねそのリザードンがねどのくらい強いのかっていうのをねちょっとやってみたいと思います。で、今のところ僕対策のポケモン全然用意してなくて、コライドンしかねないんですけども、いやちょっとドラゴンダイブとかされたらちょっとやばいけど、まあまあ耐えれるんじゃないかっていうねワンチャンを願って、ちょっと挑んでみたいと思います。で、このリザードンなんかゲットできるのは1回までらしくて、1人1回らしいです。お、やっぱりそうや、金色に光り輝いてますね。じゃあとりあえずみんな呼びましょうか。あれ、あ、そっかそっか、オンラインに繋がなあかんのか。じゃあちょっとオンラインに繋いでからちょっとやってみます。はい、揃ってくれましたね。よし、すぐね揃いました。で、やっぱりマリルリが多いな。やっぱあの対策のポケモンとしてねマリルリは言われてましたからね、巷で。やっぱそんだけ強いんでしょう。まあリザードンがね炎タイプっていうのもあってね、いやちょっと僕が先輩になったら嫌やなこれ。おお、かっこいい、鳴き声がすごい。あ、マリルリ色違いやん。いやーこれ通るかな。なんか浮いてるな、なんか俺だけコライドン浮いてる。オーバーヒート、いや強っ。おお、マジか。え、そっから始まんの？急に効果消しちゃう。ちょっと癒しのエールでちょっと回復させてもろて。え、マジかこれ。いやでもいいよ、向こうの向こう急にね初手でオーバーヒート使ってるから。え、水タイプのダメージ全然通れへんやん。あ、でも結構あのニーフィアの方が強いぞこれ。おお、じゃれつく、じゃれつく強。ちょっと俺まだ何もしてない。やば、あのシールドの分の体力めっちゃ長いな。なんか上のこれいけんのかこれ。ちょっとみんなをサポートするかこれ。サポート役に徹するしかない。ちょっと絶対死んだらあかんから、とりあえず癒しのエールで回復は怠らずに。暴風も持ってんのか、危な、危ない危ない。よし、何が効くか分からんから激凛でいくか。あ、そういえば激凛通るんやったわ。テラワンド、いやー強っ。待て、でも、あ、間違えた。でもこれで死ぬことはないだろう。ほら、よし、激凛はねめっちゃ通るんで。あー、ボム切ってもうた。ん、よしよしよし、耐えた耐えた。おお、めっちゃ効く。あー、竜の葉が来た、やばい。いやこれ先輩になってまうんじゃんこれ。うわ、効果抜群やんけ。くっそ、やばいなこれは。よし、激凛でいけ。よしよしよし、とりあえずめっちゃ、うわ、ニンフィアめっちゃ強い。ニンフィアめっちゃ強いぞこれ。ニンフィアのムーンフォースめっちゃ強いぞこれ。あ、マジかこれ。おお、よし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 、あ、あ、倒れ、やったやったやった、あ、倒したぞこれ。あ、え、なんで回復した。うわ、出たよこれ、もう回復のバグ。まだ治ってないのこれ、マジ。おおおお、ちょっと味方が強すぎる。うわ、マジか、味方がエグすぎて。よっしゃ、これ一発でいきましたねこれ、味方のおかげで。味方のおかげでいきましたよ、僕以外誰も死んでない。よしよしよし、やりましたよ。モンスターボールで捕まえましょう。いけいけ、
よいしょ。よし。いや感動やなこれ。リザードン念願の初ゲット来ました。よし、やったリザードン捕まえたぞ。はい、じゃあね、ちょっと報酬見てみましょうか。経験飴 L6 個、経験飴 XL4 個、やば。経験飴 L ちょくちょく入ってるし、うわ、あ特製パッチもやんか、すげえ。これ技マシン157なんやろ。まあ、とりあえずこのようになってるみたいです。いや技マシンじゃない、あの特製パッチが多分確定で1個手に入んのかな。やとしたらやばいな。うわー来ましたよ、技マシンで。新しい技マシンが作成できました。やってちょっと見てみましょうかね。どんな技マシンを、ちょっと待って、とりあえずリザードン見てみたい。ちょっと斜面のないとこに行こう。 OK、 じゃあ、念願のねリザードン出していきましょう。おお、でけえ、かっこええ。いやーすごいねこれ。いや感動や。こんな感じでね、いろんなイベントが来てほしいですね。 いろんな、 なんかその新ポケモンが追加されてほしいんですね。おお、やばいぞ。ちょっと待って、技マシン何もらったんやこれ。157やったっけ。あこ、あオーバーヒートかい。オーバーヒート持ってなかったんだよ俺。オーバーヒートは普通ですね。いやすごいなこれ。ちょっとじゃあとりあえず強さ見ましょうかね。強さ個体値がどんな感じかっていうね。あ特攻全振りこれ。あ攻撃が低いと。なるほど。竜の波動、大文字、暴風、気合玉、強いね。結晶洞窟でレベル100の時に出会った。え、これレベル 100? レベル100や。やば。これレベル100ですねこれ。ちょっとお任せ回復して戦わせてみましょうかね。ほら、いけ。よーじゃあ。いいね、飛んでますねリザードン。もう画面外やんか、顔が画角から外れてもてる。あこれでいけるか。よし、じゃあダイモンズで猫魂だと。え、なぜか素早さが、あ猫魂が早いんか。あれひるんで持てる。オーケーオーケー、はい強い、かっこええな。よしゲットしました。なんとかね味方が強かったおかげでゲットできました。いやそれにしてもリザードン強すぎましたよね。ちょっとあのコライドンがねちょっと相性が悪かったっていうのもあるかもしれないんですが、それにしても強かった。やっぱり対策してないとこんだけね僕みたいにボロにされて、あの結果的にね一発で、クリアというか勝つことができたんですけども、やっぱみんなね4人全員が対策してなかったらちょっとこれは何回やっても難しいんじゃないかっていうぐらいの難易度やと思います。なので皆さん結構気をつけてね、挑むようにしてください。はい、ではね、今回は、これで終わりたいと思います。で、またねリザードン使っていろいろやりたいこともあるので、またね、そちらのね動画も、見ていただければなと思います。これからねアップする予定なんでね。はい、では、今回は以上です。チャンネル登録とね、高評価も、ぜひねよろしくお願いします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.